大阪市立宮古島工業高等学校は、大阪府大阪市宮古島区に所在する、公立工業高等学校。1907年に、市立大阪工業学校として創立し、公明や設置場所の変遷を経た後、学生改革により、大阪市立宮古島工業高校となった、大阪府内の工業高等学校としては最も、古い歴史を有する。機械化、機械電気化、 建築家、都市工学家、電気電子工学家、理数工学家の6つの専門学科を設置している。2年次では、各学科ごとに設置された英数コースと工業コースに分かれ、さらに工業コースが枝分かれし、それぞれ進学や就職など希望に合った進路を選択することができる。進学対策にも力を入れ、特に理数工学家は、物理、 科学系の科目を専門科目として位置づけた上で、英語、数学の授業時数を増やし、進学、大学受験にも対応した教育課程を組んでいる。かつては普通科なども設置されていたことがある。機械科、機械電気科及び建築科、都市工学科は入学試験時には総合募集となり、1年後期より各学科に分かれる。それぞれの学科では、 縦のつながりが非常に強く、各課ごとに、同窓会組織として、また在学中の学生の組織として、機械科博用会、建築科をいらか会、電気電子工学科生覧会、都市工学科焦土会、理数工学科社密会、機械電気科、萌え目会が存在し、これら各部会の上に総会として、学校全体で、何は工業会という社団法人の形をとる。 同窓会が成り立っている。また、各科ごとに名称変更があった場合は、以前の学科の同窓会組織を引き継いでいる。かつて存在した普通科には広地下会がある。また、同様にかつて存在した家具家同窓会には名前が存在しない。二千十三年度にはスーパーサイエンスハイスクールに指定された。SSH 指定は工業高等学校としては日本で、 初めてとされる。2022年度に大阪府に移管される方針が決まったことに伴い、定時制家庭単独設置校の大阪市立宮古島第二工業高等学校を統合し、2022年度以降は同校に定時制課程を併設することになっている。変遷略図1907年5月、市立大阪工業学校として大阪市北区北の牛丸城に創立した。 学校発祥の地は現在の JR 大阪駅北口付近にあたる。開校当初は小学校高等科卒業者を入学資格とした4年生の学校で本科に機械科、建築科を設置した。また小学校尋常科を入学資格とした専科に機械科、建築科、分析科、家具科を設置した。1920年には大阪市立工業学校に改称した。 この際に、線化性を廃止し、専修化に改変、電気化を新設、分析化を応用科学化に、名称変更などが行われている。1923年12月には、応用科学化を大阪市立伊豆尾工業学校に移管した。当時の大阪市の方針により、伊豆尾工業学校の開校に伴い、市立工業学校は、機械、電気など物理系を中心にして、 臨海部に立地する伊豆尾工業学校を科学工業系を中心とした学校にする役割分担を図ったことが学会館の背景にあった。大阪駅の拡張工事のために敷地が立ち退きになったことに伴い、1925年12月に帰宅前弦寺町の現在地への移転を行った。1926年4月より大阪市立宮古島工業学校へと改称した。 その際に余下及び専修科を廃止し、6年制の工業学校となった。1943年には、高等課程として、大阪市立宮古島高等工業学校を分離し、同校内に併設した。また、同年、中等学校例の実施に伴い、修行年限が4年に短縮となった。1947年4月には、戦災で校舎を消失した大阪市立、 鳥島工業学校を合併した。学生改革により、1948年4月には、大阪市立宮古島工業高等学校となった。大阪市立の高等学校では1980年代以降、意欲的で目的意識の明確な生徒の入学により、学校が活性化することを狙いとして、府立高等学校とは異なった形での学校特色化の動きが進んだ。 宮古島工業高等学校でもそれを受け、都市工学科や理数工学科の設置といった学科改編を行っている。2010年には大阪工業大学との広大連携協定を締結した。2013年にはスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けた。大阪市高等学校教育審議会は2020年8月4日、ソサイティ5.0で実現する社会に求められる。 大阪の産業人材育成を担う新たな工業系高等学校のあり方についてを出した。第13次答申は大阪市立の工業系高等学校の改革の方向性についての提言となっている。宮古島工業高等学校については全6学科ともに工業系高等学校としては大学進学者数が多いことを踏まえ、 高校3年間だけでなく大学4年間の接続も視野に入れた7年間を見越した教育内容の検討を提言した。また高等学校3年間段階での学習についても従来の入学当初から各学科専門に分かれた学習から工業教育の初期段階で工業に関する幅広い知識、技術を学習した上で専門的な知識、技術の習得と合わせて3年間で 総合的な学びができるようなカリキュラムの検討を提言した。2010年代になると大阪市立の高等学校全校を大阪府に移管する構想が浮上した。移管方針が具体化し、2020年12月に大阪市会及び大阪府議会で移管に関連する条例が可決された。これに伴い大阪市立の高等学校全校は2022年度より、 大阪府に移管されることになった。宮古島工業高等学校は2022年度より大阪府立となる。また従来は全日制家庭単独設置校だったが、夜間定時制家庭を単独設置し校舎を時間差で強要している大阪市立宮古島第二工業高等学校を府立移管と同時に統合する形で2022年度より 定時制家庭総合学科を併設する予定となっている。1951年に野球部が第33回全国高等学校野球選手権大会に初出場ベスト4の成績を収めた。ありがとうございます。